で、誰を信じろって？ねえ、なんなのこの衣装！やっぱりこうなっちゃった。とうとうお前にこのバンドの真実を伝える時が来たようだな。お前はバンドのみんなにこういうのが最新のポップスの流行なのだと教えられていたらしいが、それこそが巧妙な罠。アニソンにまるで興味がなかったせいで、今まで触れていた曲が全部アニソンだということに気がつかなかった。だからこそ自分が作る曲も全てアニソンの曲調になっていた。知らない間にバンドのみんなに洗脳されていたんだよ。